ラスビの天ぷらとさ、うまいね。あの玉ねぎの天ぷら、激うまと思う。激うま。ね。うん、俺ピーマンも、シシトウもうまい。うん、シシトウうまいね。ピーマンもうまいね。シシトウもうまい。たまにでもさ、うん、かぼちゃの天ぷらの玉ねぎ、うまい。めっちゃうまいところもない。甘いのあるね。うん。めっちゃうまいところめっちゃうまいやろうが。さつまいももうまいもんな。あのペラペラなかぼちゃの天ぷら俺イラッとする。なんかあちょっとホクホク感が出る厚さってあるやん。じゃあ私天ぷら粉を取っときます。はい、天ぷら粉。うわー、びっくりした。何落ちた？何やった？何落ちた今？なんか上がったよ一瞬。ヒャリヒャリって言ったね。なんかヒャリヒャリって言ったね。光ったよ。光ったよ。なんかピカピカって。1個2個ちょっと開けてみる。そうね、ちょっとこんぐらいでよくわかんの分からんけどね。うん、一回なんかあのつけて、そう一回具合を見てみようね。ヤスのちっちゃかといく。あ、いいっすね、いいっすね。でも一人でよかろうがこれ。いや3人の意見がいるじゃないですか。いやえ、マジでそれワンマンになっちゃう。一人でよくね。キムだけでよくね。別食うの俺ら作る方向。じゃあ宗さん食べます、一緒に。二人で食べか。食べか。そがなってくけ思うけど。煙だけでような。いや、みんなで味わおう。